こんばんは。ラジオとか聞いてくださいましたか？私は聞きました。ラジオスマイルコネクト NMB 聞いたんですけど、なんか何この光の差し方、ちょっと神様みたいなんですけどね。ありがとう。ラジオ聞いてくださいありがとう。はい、ではでは、今日は生写真開封なんですけど、開封していきたいと思います。うん、4パックもともと買ってもらってたから、あと2パックあるから。こんな感じで、まいさんとあやぴょんさんの表紙ですね。こんな感じやで。ドキドキやね。ちんねさん星、コニーさんハート、みつきちゃん、なんやろな、これほんまにわからへんねんけど、香水かな。ありがとうございます。このギフトの読み方がわからへん。ピンライトみたいやな。なあ、なんか唇の真ん中だけさ色がつかないんだけどもういいか、絵はどうせ。のっぴーさん星、コニーさん金魚、ありがとうございます。わ、見て、ふーちゃんがね遊びに来たよ。あーでもちょっとカメラには映らない。さとまささん金魚、のっぴーさん星、やっさんさん星、ありがとうございます。では開封していこうかな。あ、でもどっちからでもいいので、どっちでも開けますね。もうどっちも開けます。こんな感じで、まずあやぴょんさんの方からじゃあもう開けるね。なんかこれさ結構あるあるかもやけどさ、しまうときにさ、このテープに生写真が写ってしまう。あ、貼り付いてしまうみたいな。ふーちゃん、ちょっと映りいいな。ちょっと映りいいな。なんか配信してんの分かってるのかな。なんかね、こっからこっちに来ないんですよ。え？皆さん来ましたよ。こんな感じで、いや、じゃあもうやっていきますよ。あるあるやんな。やんな、やっぱり貼り付くよな。じゃあいくよ。だから貼り付かんようにもうテープ折り込んだんで。いきます。まず桜田彩香さんですね。では続いて、せーの、ボン。あ、弥生さんです。弥生さんの引きです。お二人とも八木さんですね。八木さんの引きです。え、嬉しいね、初めてですね。え、でも私そんな生写真持ってないんで。八木生さん、私絶対9期引くのでね、9期生多いからね。人数的にはやっぱり8期生さんと9期が多いじゃないですか。だから確率も高いんじゃないかな。では次いきます。せーの、バン。お、佐田のはるかさんです。先ほどスマイルコネクト一緒に出演させていただいた佐田のはるかさんです。嬉しいですね。もうほんまに NMB は誰が出ても嬉しいからほんまに嬉しい。はちみつさん星、ありがとうございます。嬉しいですね、皆さん
では続いていきますよ。ちょっとスピード早いかな。では続いていきますよ。せーの、バン。お、アンジュさんです。アンジュさんの寄りですね。こんな感じ。寄りはさ、すごく近くで顔が見れるので嬉しいですね。引きは衣装の感じを見れるから好き。次9期出なかったらちょっと珍しいかもしれへん。じゃあ次いきますね。せーの、バン。あ、9期レイちゃんやレイニャです。やっぱ9期は絶対入ってるんですよ、確率的にはね。レイニャ、え、昨日もレイニャ出た。アポより、あれ、レイニャの写真なんか持ってる気するんやけど。休戦協定のレイニャかな。え、なんか持ってる気する。え、違うか、私じゃないか持ってんのは。で、今回のパックはあやかさん、やよいさん、はるかさん、あんじゅさん、れいにゃでした。なんかその開封配信はしてないんやけど、私れいにゃの写真持ってた気するんやけど、あれ、ちょっと確認しますね。2パック持ってるんですよ、私、生写真。あれ1パックか、休戦協定の1パック持ってて、あれ、レイニャ持ってないかも。誰や、レイニャ持ってんの。嬉しいですね、もう全部嬉しいですね。私もちょっと生写真ファイルとか買って保管したいと思います。どこのケースがおすすめとかありますか。あれ、これ昨日レイニャ出てた、出てない気する。時はね、アミタンユカタン、さゆきみそらが出ました。ビューティフルスカイ。九期はほんまに出るよね、絶対。九期が入ってないパックとかあるんってくらい。100均のアルバムがいいんですか、ほんま。そうなんや、めっちゃコスパいいやん。ほんならメンバー同士で撮れとかするの。いや、まず生写真を買ってるメンバーがいないんで、全然。西馬ちゃんくらい。休憩生、そうそうそう。あ、これよりテンナの生写真持ってるんです。そろそろ自分引きそう。私の直筆欲しいですか。嘘、ありがとう、頑張ってください。それは自分引いたら、え、別に自分のそんないらんけどな。引いたことあるんですよ、でも私自分の、あのね、あのアルバムに入ってる写真あるじゃん、初回限定版かな、アルバムに入ってるやつ、アルバムの中にさ一枚入ってるやんか。それで自分弾いたことありますね。あ、若田も開封してたよな、なんか言ってたな、開封配信しますみたいな。あ、若田が今日するんや、22時から。じゃあ15分経ったらあのもう一個開封しますね。何茶ですか、
これルイボスティーです。直筆当ててみたいですね。けどさ、ファンの方に届く量が少なくなるやん。コロクさん花火ありがとうございます。すごっ、パーンってなるんや。コンロ鳴ってるよ。ぷーちゃん、若田はルームスですの。コヨリン弾けたら写真立てに入れて飾りたい。あ、マジ？ありがとうございます。嬉しいね、それは。ぷーちゃんあかんよ。直筆当たったことない？でもそんな高確率で当たるやつじゃないよね。シマムさん、香水ありがとうございますね。これ何か教えてほしいんですけど、結構何か、だから何のギフトなんか教えてほしいんですけど。のっぴーさんハートありがとうございます。なんかね、くーちゃんはね、ちょ、皆さんスマコネ聞いてくださいましたか？スマコネ聞きました。私、アイテムは花火の一寸玉。え、これ花火なん？って書いてる。ほんまや、よく見たら。なんや一寸玉って？花火の打ち上げのやつ？何ですか一寸玉って？花火の玉？ありがとう。一寸玉、え、何が違うんやろ。ほんなら花火のパーンのやつと何してんの、ふーちゃん。魚の袋の上に、ほら、ダメです。ふーちゃん、ライちゃん元気ですよ。めちゃ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 元気。花火玉、打ち上げ花火のサイズ。なるほど。ふーちゃん、私ね、ちょっとね、一寸玉、一個打ち上げるやつか、ポーンって。はじみつさん、とうとうのやつありがとうございます。あ、コロコさん、花火ありがとうございます。これは何やろ、これは何ですか、これ一尺玉。え、何が違うの、これ一尺玉、一寸玉。あ、サイズか。ありがとうございます。おかちゃんさん、一寸玉ありがとうございます。うん、私朝からこの服着てます。朝の配信もこの服でしたよ。あー、皆さんなんか一寸玉投げてくれる。ありがとう。なるほどね、花火の免許で打ち上げる大きさも違う。そうなんや。そうなんや。皆さん花火大会行きましたか？私はね、花火大会は一回だけ行って、夏祭り、その花火大会が夏祭りみたいなもんやんか。だから夏祭りはね、2回行きました。おでん屋さん、一寸玉ありがとうございます。コロクさん、一寸玉ありがとうございます。そのね、やっぱ夏祭りはほんまに、肉巻きおにぎり食べれてめっちゃ美味しかったです。肉巻きおにぎりですよ。肉巻きおにぎり、皆さん好きじゃない？肉巻きおにぎり。肉巻きおにぎりのトッピングをプラス100円でできて、塩だれ味にしました。めっちゃ美味しい。塩だれやで、もう聞いただけで美味しいでしょ。で、
なんか黄金の鶏からみたいな唐揚げの屋台もあったから、黄金の鶏から金の鶏からあったから、あのそれも塩だれをかけて食べた。塩だれ大好きもんやからさ、これ。塩だれがほんまに好きなんです。らーちゃん、夏楽しみましたよ。そうそう、音が入るよ。15分経ちました。あ、もう一パックしようかな。ポキマリ、こっち来て。降りた。ラーちゃん。花火大会？この前行けなかったけど帰りに見れた。あ、そういうの嬉しいよね。やっぱライちゃんはレアですね。この前行った先の近くでたまたま花火上がってたの見ました。あ、たまたま系多いね。花火大会、コンサートかぶって行けなかった。あー、でもどっちも行きたいからさ、そういうのは、そういうのはあったりするよな。どっちも行きたいイベントがかぶってとか。そうそう、肉巻きおにぎり売ってて、ねえ、間違いないよね。かんぴょう巻き、結局食べ物大事大事。いや、松阪牛じゃなかった、普通のやった。そこら辺のお肉やと思う。そこら辺で分からんけど。え、夏花火派やな私は。屋台のお祭り感が好きね。屋台目当てやもんね、賞味。タレの種類がトッピングだ。そう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 、ノーマルが600円でプラス100円でトッピングできて、マヨネーズとか塩とか。金の鶏からかな。ドッピーさん、ペンライトありがとうございます。美味しそうすぎる。四尺玉が一番大きいサイズで約300万円。高っ。え、高っ。え、どっからお金出るんですか、そういうの。じゃあちょっと、ヘイタンさん、金魚ありがとうございます。じゃあちょっともう一パック開封していくよ。うん、ヘイタンさん、一寸玉ありがとうございます。税金とか協賛企業様、なやそれ、全然わからへんわ。ありがとう、教えてくれて。調べてみます。協賛企業、あ、寄付ですか。なるほどね、すごいな。そんな、じゃあ舞さんのパック開けますね。まずよりの舞さんですね。モッチーさん、一寸玉ありがとうございます。モッチーさんや、モッチー一生たんおしさん。リズさん、一寸玉ありがとうございます。星になっててやばい。じゃあいきますよ。おぎおぎさん、一寸玉ありがとうございます。一寸玉いきますよ。2枚目、せーの、バン。あ、アンジュさん2枚目です。え、これコンプってことでいいの、こんなら。え、NMB って引きとより 2種類でしたっけ。私さ、引きとさ、よりとさ、中あると思ってたからさ、今まで。 NMB って2枚なんですね。え、コンプしましたよ。え、珍しいですか、5パックで。では次いきますよ。3枚目、せーの、バン。アメタン。
でもね、これね、アミタンね、ちょっとね、ダブりましたね、これダブですね、アミタン。アミタン被った。面白い、アミチュ。アミはどんだけあってもいいです。アミにあげようかな。はい。面白い、楽しいですね、開封って。じゃあ次4枚目いきますね。あ、でもなんかよりな感じやな、この時点で。いきますよ、せーの。あ、ゆきのさんです。ゆきのさんは初め、あ、ね、ナンバーサーティーンのアルバムの中に入ってたゆきのさん持ってます。だから 生写真っていうか写真は2枚目ですね、ゆきのさん。ゆきのさんです。7、やっぱり7、8、9期が多いんです。7期さん、8期さん、9期が多く出ますね。え、皆さん髪型でなんとなく分かった？すごいね、それ。え、マジ？じゃあ次ラストいきますよ。せーの、バン。あ、分かんないよ。分かねえでした。え、やっぱ9期出るね。ほら、休憩配信。休憩めちゃめちゃ出ました、ありがとうございました。ほんまや、姉妹の寄りがあります。青原姉妹の寄り、若ゆか、かわいい、かわいいね。アミタンラブちゃん。アミタン赤ちゃん、アミタン赤ちゃん。で、アンジュさんはコンプ。あれ、どっちだっけ、こっち。こんな感じですね、セット、セットっていうなら。楽しい、開封って楽しいね。そんな感じかな、セットとかっていうなら。こんな感じでした。リクパパさん、星ありがとうございます。ハットさん、星ありがとうございます。ガーブリカルビさん、星ありがとうございます。ハットさん、かわいいのやつありがとうございます。来月は何の衣装でしょうかね。何、ど、よりと引きあるじゃないですか。何が一番多かったんやろ。よりか引きってどっちが一番多く入ってるものなんやろ。ちょっと数えてみますね。今机の上が生写真だらけ。どっちも一緒の分数やったわ。どっちも10枚10枚でした。10枚10枚でしたわ。10枚10枚でした。え、豆腐、あ、食べない。物がちょっと
明日ショップ買うときは10セット結構買うね。明日ショップ行ってコヨタの時期すげーとしたい。頑張ってください。またあるんかな、分からへんけど半々になるんやね。すごいね、そうなるって決まってんの。風来結果見せようかな。こんな感じ、こんな感じでね、10でした。ハットさん金魚ありがとうございます。あ、そんな決まってないんや。楽しいですね、やっぱり。皆さんも弾いてみてくださいね。では最後にあの総まとめしましょうか。今回の開封の総まとめ。これから毎月はどうなんやろ。そんな顔かもしれない。では総まとめしますね。よりからいきます。佐田のはるかさん、渋谷渚さん、平山舞さん、坂本梨沙さん、田中幸乃さん、渋谷さゆきちゃん、船橋玲奈ちゃん、青原ゆかちゃん、真鍋安寿さん、青原若ちゃん、こんな感じでした。こんな感じでした。どうやって分けたらいいかな、どうやって並べたらいいんやろ。 NMB2 さんで9期にしようか。やっぱ9期多いですよ。ほら10枚中4枚やから。こんな感じでした。そして引きはですね、坂田美咲さん、宮本亜美ちゃん、田中美空ちゃん、宮本亜美ちゃん亀野ジオンさん、真鍋安寿さん、イーシオンさん、桜田彩香さん、阿部若菜さん、辰本弥生さんです。こんな感じです。旧期生もやっぱり多いので、 NM で B2 さんで旧期はアミタン2枚とみそらちゃんの3枚です。アミ、こんな感じでした。そう、自分はなかったね。はやとみさん、ハートありがとうございます。レインボースターもありがとうございます。すごいですね、ランダムっていうのがまた面白いですね。なんかあっちにフーいるんですけど、目合ってて、目合った瞬間耳をグーってしてきてちょっと怖かった。こよちゃん、そう、やっぱ休憩多かったですね。はやとみさん、金魚ありがとうございます。はちみつさん、かわいいのやつありがとうございます。明日昼公演、昼夜入場確定したんで、あ、ありがとうございます。明日ね、昼夜公演よろしくお願いします。なんやろ、比較なんかな。
なんなんやろな耳をグーってイカ耳ってわかりますか。イカ耳されました。ちょっとこれは私の持ってる生写真とともにちょっと皆さんのおすすめのファイルを買ってしまいますわ。明日買おうかな。ほんなら売ってるかな。じゃあ皆さん明日公園来てくださる方はよろしくお願いします。じゃあ男女読みますね。13位マスオさんありがとうございます。12位チュチュさんありがとうございます。11位オギョギさんありがとうございます。11位ねありがとうございます。あーランキング変わった。13位オギョギさんありがとうございます。12位チネありがとうございます。11位リツちゃんありがとうございます。10位オカちゃんありがとうございます。9位ミモノさんありがとうございます。8位リクババさんありがとうございます。7位コニーさんありがとうございます。6位ケイタンさんありがとうございます。5位シゲアンさんありがとうございます。4位ハヤトミさんありがとうございます。3位ハチミツさんありがとうございます。2位ハットさんありがとうございます。1位コロクさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。じゃあまた明日よろしくお願いします。よろしくね、うん、またね。ありがとうございました。ふーちゃん来た。最後に見せれるかな。叩かれてます。またね。またね。